車で30分ぐらいですね。ぐらい結構今日あの渋滞情報とかと照らし合わせて本当に来れるのかみたいなところありましたよね。なかなかあの今日は渋滞が来ている中、足立区からかけてそうなんですね。あの橋がやっぱねこうすごく混みました。松戸のあの来る橋がいつも混むんですよね。ずっとあのそこから緊張されてるままですずっと緊張しながら緊張しながら、はい、やっていただいたと、はい、いうことで浅丸さん、今日はお子さん2人と聞いてるんですけども、はいはい、今カメラを狙っていることを、あ、隣のお子さん、ピンクのお子さん、あーいいですね、お、いいですね、息子くん、いいですね、ポーズですね、いいショット撮ってね、いいね、お父さんかっこよく今から叫ぶからね、構えがいいですね、構えが、構えがいいですね、いいですね、それでは構えいいですね。浅野さんが、長男さんと長女ちゃん、長女ちゃんですね、はい、長男くんと長女ちゃんに、はい、心の底から愛を叫んでいただきます。それでは皆さんご注目ください。カメラを構えた長男くんとピンクのシャツを着てチーバくんに夢中の長女ちゃんに浅野さん、足立区から駆けつけて愛を叫んでいただきます。足立さん、あ、ごめんなさい、浅野さん、浅野さん準備はよろしいでしょうか、はい、それではどうぞ。ありがとうございます。すみません、立ち入ったことをちょっと聞いてしまうんですけども、入院かなんかされていて、去年の12月から今年の4月まで入院してまして、ね、そうですか、じゃあ寂しい思いをさせてしまったので、ということですね。なるほど、なるほど。名前呼んでよろしいですかね、長男くん、何くんです、マー君、マー君、お父さん体治ってよかったね。ねえ、よかったね。よかったよかった。ありがとうね。ありがとう。なんか伝わったかな。千葉くんちょっと怖いかな。泣いちゃってるね。はい。まあいろいろあって愛を叫びに来ていただいてますけども、お、写真撮ってくれて。あ、よかったよかった。はいはいはい。乗ってるっていう。いいよ。はい。来てます。ね、これ頑張った息子さんです。入院中もずっと頑張ってくれた息子さん。はい。すごい。はい。大丈夫かな。はい。それでは浅野さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。